しい中、またお疲れのところご苦労様です。また日頃より各自治会の皆様には大変お世話になっております。本当にありがとうございます。田中議員さんはですね、親切そして丁寧な説明をして、またおまけに良心的であります。これを何十年付き合っている私が言うのですから間違いありません。本当なんです。皆さんのああしろとかこうしろというのその情熱が田中議員さんの原動力であります。ヤフの町はすごいというふうな町づくりをみんなで考えてるんですけども、よろしくお願いしたいと思います。皆さんと一緒にですね、情熱を持って一歩前に進んでいただければいい岩船町ができるんじゃないかと思います。よろしくご協力をお願いしたいと思います。また暑いので皆様の体調には本当に気をつけていただきまして、ご健康をお祈りし挨拶と解散します。どうもありがとうございました。